パテント4202124における回転式拳銃用スピードローダーの設計図。回転式拳銃の断層内に薬莢が挿入されると自動的に薬莢が解放される構造である。スピードローダーとは消火器または消火器の断層へ消費した弾薬を非常に早く装填するために用いる器具である。 回転式拳銃用のものをイメージすることが多いが、広くは三弾銃や小銃内に固定されたチューブ型弾層へ相談したり、別種のスピードローダーでは箱型弾層やドラムマガジンに相談するものも指すことがある。S&WM29 とスピードローダー回転式拳銃のスピードローダーは安全に弾層用の前弾薬をしっかり保持するもので、 これは炎上に一定間隔を空けて構成されており、すべての薬室へ同時相談するために用いられる。装填時に弾薬がスピードローダーから解放される仕組みがあり、スピードローダーを外した時には弾薬は弾倉の内部へ残される。最も一般的な型のスピードローダーは回転式ラッチを用い、別種の方では弾薬を開かれた側へとスライドさせて外す。 また、第三の方ではラッチを持ち、これが押された際に弾薬を解放する。スイングアウト式及び中折れ式の回転式拳銃のハイサイヤについては、すべての薬莢を一動作でできるように設計されているが、スピードローダーが登場する以前の装填は、基本的にダンプポーチや弾薬ポーチ。 その他の玉入れから弾薬を取り出し、一発ずつ再装填することが普通であった。この場合、かなりの練習を積んで入れなければ、自動式拳銃のように素早く装填することができなかった。それに対して、回転式拳銃用のスピードローダーによる装填は、一動作での相談が可能となっており、これにより再装填速度を早める効果があるほか、 回転式拳銃の弾薬の傾向が便利になるという利点がある。レミントンモデル1858パーカッション式リボルバーの複製品。この弾装は銃のフレームから外されている。金属薬莢の導入以前の1861年から1873年頃においては、旧式な黒色火薬と休憩弾を用いる回転式拳銃の再装点は、 複数の断層を用意し、それを交換することで、スピードローダーのような機能をしたとされている。これは、パーカッション式リボルバーの再装填は、金属薬莢の玉の再装填より、さらに長く時間のかかるものであり、すでに装填を済ませた状態の断層を持ち運ぶことは、銃に再装填する時間を大幅に軽減した。このようなことは主に、 レミントン社製の回転式拳銃で行われた。この銃の断層は簡単に取り外せ、シリンダーピンで保持された。初期のコルト社製回転式拳銃はこれと異なり、くさびとして働くシリンダーピンが貫入することで一緒に保持された。ただこれは、史実ではなく、単にリエナクターのすることでしかない可能性がある。コルト社やレミントン社の記録には、 予備断層の売り上げの記録が存在しない。回転式拳銃におけるスピードローダーの一つの編集として、ビアンキーインターナショナルからスピードストリップが開発された。ポケットやダンプポーチ内のバラバラの弾丸にとって変わるもので、これは6発の弾薬を再使用可能なネオプレーン製のプラスチック片で固定するものである。これは炎上ではなく直線となっている。 そのため、スピードローダーと違い断層へ1回で装填できず、この場合は断層へ何回かに分けて、弾薬を装填する。また、ストリップから解放された、薬室内の弾薬を取り去る働きを持つ。回転式拳銃用のスピードローダーがさほど一般的でなかった間、チューブ型断層用のスピードローダーは、クイックローダーと呼称され、長年にわたり、 今と同様に速やかな装填能力を提供していた。この種の最も単純なクイックローダーとは、ヘリ打ち式小銃に用いられたもので、前方から装填するチューブ型弾層を持つ。この場合、クイックローダーは単純な筒状であり、一端を密閉してもう一つの端に口をつけたもので、弾層の装弾数に応じた弾薬を傾向した。弾層へ装填するには、 フォロワーを外し、小銃は上へと傾けられ、筒が断層の後端へ当てがわれてから口が開かれた。重力によって、クイックローダーから弾薬が断層内部へと入り込み、クイックローダーはしまわれて、フォロワーが元へ戻される。どのような長さであれ、正しい直径の筒、または管に、単純なピンを中央に通して、口とするようなクイックローダーであれば、 この方法が使えた。商業用のヘリ打ち式クイックローダーはしばしば複数の筒を平行に結合し回転式の口を一つ設けた。これは複数回の再装填ができるものを持ち運べることとなり平行に並んでいて弾薬の詰められた次の筒へと口を合わせるだけで準備が済んだ。 三段重用のスピードローダーはもう少し複雑で、三段重の断層は、銃のビブから装填されている。三段重用のスピードローダーは通常、装填口の近くへの特別なブラケットの装着を必要とする。多くのモデルでは、機関部内のトリガーグループを保持するピンと交換して装着しており、これは、銃の永久的な改造がなくとも簡易に可能である。 このブラケットは弾薬をスピードローダー外部から弾倉内部へ球弾するにあたり、スピードローダーの筒交換を正しい位置へ保持するのに役立つ。スピードローダーの本体は内部に溝を切ったプラスチックの筒で構成され、一つのプランジャーが溝に沿って乗せられており、弾倉内部へ弾薬を仕込む。相弾数は通常四発から五発であり、 三段銃の実砲は7 0ト、mm、ルの長さを持つ。重力は弾薬を弾装のバネの力に対抗しつつ内部へ押し込むような働きには適していない。三段銃のスピードローダーは最も一般的には国際実用射撃連合のような射撃スポーツの三段銃競技大会で見られる。アメリカ陸軍で公式に制定された M16 用の マガジンストリッパークリップガイド。箱型断層、特に多量の相談数と、それに応じ、断層の先端まで弾薬を推進するため高いバネの圧力を持つタイプにおいて、装填の作業は非常に難しいことである。いくつかの器具ではこの問題を簡易にすることができ、これらも時々スピードローダーと呼称されるが、しかしこれらは、より後半にはマガジンローダー、 ストリッパークリップ、スプーンもしくはストリッパークリップガイドとして知られている。最も単純なものは安価な装置で、断層長部の弾薬を押し込み、示弾が圧力をかけられることなく、部分的に挿入されるものである。こうしたものは、サムセーバーと呼ばれ、より早く簡便に装填することができる。また、他の装置も存在する。例えば、ルガー10。 22のソレのように、ボタンを押すかクランクを回すだけで、バラバラの弾薬を受け入れ、弾倉内に弾薬を装填するものである。これらは米ドルにして25ドルから50ドルかかり、効果つより複雑であるが、弾倉への相談に要する時間を大いに省くことから、より本来のスピードローダーであると言える。ムーンクリップとハーフムーンクリップとは、 回転式拳銃用の特別なスピードローダーである。これは9ト、mm、ルパラベラム弾や 45ACP 弾といった無機演式の弾薬を用いる薬室に対して使う。回転式拳銃は基本的に機演式の弾薬を用いるよう設計されており、エキストラクターは無機演式の弾薬を廃査やできない。この違いから廃査やには異なる方式が用いられる。 ムーンクリップは完全な炎上であり、すべての薬室に相談できるよう弾薬を保持する。ハーフムーンクリップは、半炎上で、薬室の半数の弾薬を保持する。ストリッパークリップは、通常、5発から10発程度の弾薬を保持するための器具である。固定されているか取り外されている弾層に対し、クリップに特別なブラケットを装着し、弾薬を押し込むことで、 弾薬の挿入を可能にする。軍用の弾薬はしばしば、ストリッパークリップ内に保存されている。旧式のボルトアクション式小銃などでは、小銃の作動機構内部にマシンストリッパーを用い、小銃内部に作り付けられた弾層へ直接、装填できた。現代の小銃では、ガイドかアダプターを、ストリッパークリップに取り付け、取り外し可能な弾層に使用する。 大部分の連発式空気銃は、これらが自動式拳銃のような外見であっても、回転式の作動機構を用い、また最も一般的なスピードローダーは、取り外し可能なシリンダーである。空気銃の圧力は十分に低く、射出成形されたプラスチック製のシリンダーでも、ペレットを保持できる。 こうした取り外し可能なシリンダーは、いてがいくつか購入するには十分安価である。空のシリンダーは、装填済みの次のものと交換される。他の空気銃では全体に、カムが付けられたクリップを用いる。これは直列化した、リボルバーシリンダーのように作動し、これらのクリップは取り外せ、スピードローダーとして使うには十分安価である。ペイントボールのマーカーは普通。 重力で弾丸を供給する。また、ホッパーは、ペイントボールの保持に使われる。ペイントボールのマーカーに用いるスピードローダーは、通常ポッドと呼ばれる、大きな容器に広い口を備えたものでできており、可能な限り早く、ホッパーへ補充できるよう設計されている。別種のペイントボール用マーカーは、ストック型と呼ばれるマーカーであり、これは10発から15発を保持し、 水平な供給用チューブで球断される。これらのマーカーは通常、10ラウンドチューブと呼ばれるような特別な供給口を介して球断し、これはプラスチック製のシガーチューブと似ている。エアソフトガンは断層やホッパーから球断される場合がある。ホッパー球断方式のエアソフトガンのスピードローダーは、ペイントボール用のスピードローダーと似ている。 断層を用いるタイプのエアソフトガンは、通常、大量の BB 弾を受け入れ、ラチェットに付属するプランジャーの繰り返しの押し出しと、同時に、バネ式の断層へと押し込む。デフィニションー・スピードローダー。ミッドウェイ USA ガンテックディクショナリー。2011年4月2日、閲覧。ロバートニーパート、シビルオーリボルバーズオブザノースアンドサウス。 フロリダリアナクターズオンライン、2013年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ、2011年4月2日閲覧、デフィニション4スピードストリップ、ミッドウェイ USA ガンテックディクショナリー、2011年4月2日閲覧、デフィニション4クイックローダー、ミッドウェイ USA ガンテックディクショナリー、2011年4月2日閲覧、三眼マッチ。 パームスプリングスガンクラブ2008年1月9日、閲覧。ジェフ・クイン、ザ・アルティメット・クリップ・ローダー。g-u-n-b-l-a-st.com。http://www.gunblast.com/.cl-i-p-l-o-a-d-e-r.htm。definition for moonclip。 ミッドウェイ USA ガンテックディクショナリー2011年4月2日閲覧 Definiation for Half Moon ClipMidwayUSA ガンテックディクショナリー2011年4月2日閲覧 Definiation for Cartridge ClipMidwayUSA ガンテックディクショナリー2011年4月2日閲覧ありがとうございます